どうも皆さんこんにちは、こんばんゆころです。今回なんですけども、レベル1からレベル10の共通編成紹介していこうと思います。まあ、別にレベル1からレベル10好きな編成でやってもらっていいんですが、一応ね、今回の編成参考にしてもらえるとめちゃくちゃ楽に共通で破壊できるのでおすすめです。編成紹介していきます。こんな感じで、こんな感じです。まずはこちら、グリコです。小学生が枝豆ですね、枝豆つけてあげて、潜在がリダチェン耐性となっております。はい、枝豆のリダチェン耐性です。シャバダロ超つなげし上限解放の超つなげし上限解放の超つなげし上限解放です。で、2番目と3番目のシバダロは適当にスキルターン重めの武器をつけてあげて遅延耐性で使っていきましょう。まあ、甘小積35ターンなんで甘子今回はつけてます。で、こちら雨のみなかなしスキブにスキブ潜在つけてあげて、ラスト紙結びスキブに上限解放って感じになっております。という感じの編成ですね。まあ、編成もめっちゃ組みやすいし、バッチはね、倍の耐性バッチです。まあ、まずはね、こちらの編成使ってレベル1からレベル6ずらしていきましょう。やっていきます。さあ、ということでレベル7いきましょう。グリコからの紙結び使って覚醒無効回復してワンパンしていきます。グリコの無効貫通発動しつつ、紙結びの覚醒無効回復でワンパンです。で、まあ、2、3階層はシバダラ使いましょう。カット。では、2、3階層はシバダラずらしてあげて、4階層です。まず、0コンボ3回組みます。はい。レベル7、4階層は0コンボ3回組みましょう。で、まず一発殴ります。はい。シバダラ使って、0コンボ3回組んでから、シバダラ使って一発殴り。OK。そしたらラスト紙結びからのシバダラ使って突破していきます。紙結びからのシバダラ使ってあげて終わりという感じでした。こんな感じでシバダラ使うとね、レベル7もめっちゃ簡単にクリアできます。ぜひやってみてください。次、固定ダンジョンレベル8とレベル9いきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。ミヤダ2枚使えます。はい。で、クラウス使ってあげて平積みしていきましょう。はい、これでクラウス使ってあげて平積みでまず一発殴ります。 OK、 このままワンパンして倒していきましょう。さあ、続きまして2階層です。ここはシルベルト使ってあげて76マス拡張していきます。はい、一旦は平積みで盤面で殴ります。よいしょ。はい、水2コンボ組んであげて半分までまずは削ります。はい、そしたらまあミヤダ使ってあげて倒していきましょう。よし、これでセット組んであげて倒していきます。で、まあ、続きまして3階層です。3階層はまず一旦無効貫通組んで半分まで削っていきましょう。水12個必要です。これでここは無効貫通組んであげて、まず一発殴って半分まで削ります。それからの生成される盤面利用してあげて、もう一発無効貫組んで倒していきましょう。はい、生成される盤面で無効貫と水の2セット組んであげてスーパーンしていきます。そしたらラストボス階層です。ボス階層はもう満を持して残りの生成スキル使って追い打ち組みながら倒してください。ミヤーダからのグランディスからの、まあ必要に応じてその他スキル使ってあげて終わらせていきましょうという感じの編成でした。よいしょ。あ、ほんとね、よいしょ。立ち回り通りやればめちゃめちゃ簡単にレベル8もクリアできますので、ぜひ立ち回り参考にしながらね、やってあげてください。ということで、続きましてレベル9も紹介していこうと思います。はい、ということでレベル9も実際にやっていきましょう。追い打ち含みながらバンパン。さあ、ということでレベル9です。レベル9結構まともそうな編成きたな。
さあ行きましょう。まあ適当にこんな感じで全体含みながら殴っていきます。今月のレベル9だいぶまともそう。いつもレベル9結構ねやばい編成多いですけど、今日まともそうやね。これでワンパンしていきましょう。さあ2階層です。やっぱ火力が出るもんね、カーリーは強いもん。はい、ここもカーリー使ってあげて平積みしていきます。でまあ3階層です。ここも平積みで殴りましょう。もうただ殴り続けるだけマジで。これもしっかり殴ってあげて突破していきましょう。さあ続きまして4階層です。ちなみに欠損者はカーリー使ってね、普通にキー以外消す必要あるんでね、この編成使う場合はキー以外の4色消し組んであげてひたすら殴り続けます。おやべ、微妙に残っちゃった。デーモンもし痛いけど、よいしょ、これでスーパースラボ問題ないです。はい、このまま突破していきましょう。 OK。 あれ、オッケー、このまま2パンしていきましょう。これで倒していきます。では続きまして5階層です。こんな感じでカーリーで殴りましょう。ナイス、ワンパンしていく、楽勝やな。ラストボス階層です。カーリー使おう、リントラ使っといて、これでしっかり7コンボ組みます。はい、でもこのままカーリーの全力火力利用してあげて突破していきましょう。という感じがレベル9でした。ただ殴るだけでめっちゃ簡単です。ラストはレベル10いきましょう。さあラストはレベル10だけやっていこうと思います。はい、まあ、ちょっとね今回レベル1からレベル10のね立ち上がり紹介する動画でした。あのユーコロチャンネルがねちょっと眠すぎてねグダグダ解説のところもありますけども、まあちゃんと立ち上がりも記載されてますので立ち回りといられれば大丈夫です。なんでねぜひとも忘れずにこちらやってあげてください。レベル1からレベル10クリアするだけで魔法石55個なんでね必ずやりましょう。はい、で2階層もシバダラ使います。はい、シバダラ使ってあげてずらしていきましょう。これでワンパンしていきます。突破です。さあ続きまして3階層です。3階層もシバダラ使います。シバダラ使ってあげてこれでワンパンしていきましょう。はい、ロックとかもう完全無視ですね。これでシバダラ使ってワンパンしていきます。でまあ続きまして4階層ですね。はい、4階層はリーダーのグリコ使います。まずグリコ使ってあげてダメージ無効貫通発動しながら半分まで削っていきましょう。グリコ使ってあげてこれでしっかりと半分まで削りです。 OK。 そしたらシバダラプラス2コンボ組んで終わりという感じでした。いかがでしょうか。こんな感じでレベル1からレベル10共通編成でサクッとクリアできますので、ぜひ組める人は使ってみてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、参考になったらよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。